はい、いずろくです。まだね、動画貯めてるんだけど、動画アップしてなくて、今、ちょっと今、買い物に行きがてら、ちょっと動画回してます。これ、ですね、これよく見ると、これ、水田が埋まってるんです。水で、洪水になってるんだけど、これ流れてきてる水がね、この用水路を溢れて、道路まで来てるんだよ。で、これで今、五条目が、あれになってます。なんか避難勧告出たね。やべえな。本来これやばいな。これさ、いつもと風景全然違う。やばいよ。これ電柱のところが実は用水路なんよな。でもさ、車が走ってたけど、今ちょっと傷があるんだけど、これがですね、用水路なんだけど、用水路を、まあ、やめたって感じだよね。まあ、もうちょい分かりやすく、やっぱさすがにこれ避難した方がいいレベルだな。これでも、稲使ってます。ほら、だって稲って今、背高いもんね。畑はね、事なき上とかね、あ、でも結構来てるね。だいたい普通対面の畑ってこれなんよ。すごいよね。あんだけもう埋まってるからな。なんでこっちだけこう水が溢れるんだろうね。すごいよね。これすごいよな。で、逆にさ、畑持ってる人のこの不公平感が半端じゃない。そりゃ心配で見に来てさ、流されるわな。道路まで来てるもんな。すげえわ。でもこれ流れていっちゃうもんな。これすごいことになってるな。いや、米農家さん、そうか、当たり外れのある田んぼがあるんだな。まあ、大体ここね、あれ5丁目のイオンね、これだな。やっぱりここ当たり外れあるんだね。これ今用水路だから、これ非常に危ないもんな。米農家さんかわいそうだよね。どうせ毎年こうなるんだからな。だから今ここまでになると、内川地区っていうところが、まあ、氾濫してるらしいよ。メールでもうおっと、避難の警戒レベルが5になったから行かなくちゃいけないね。避難しなくちゃいけないレベルだよね。すげえ、むしろこれかわいそうだよ。稲って普通ここまで出てんだけどさ、ここの田んぼさ、もう稲の頭が使ってるもん。ああ、ダメ。よく倒れないよな。そうか、低いところはダメなんだな。でもこの用水路のね、対面と反対側とね、この差って何なんでしょうね。すごいわ。っていう感じでした。はい。